とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アップデートまでもう少しとなってきました。楽しみですね。ということで、今日は、現環境での最強ランキング、やっていきたいと思います。おそらく、アップデートで、いくつか修正は来ると思います。でも、現在は、こんな感じだよっていうことでトップ5発表していきたいと思います。今日は弓のランキングです。では行きましょう。それでは第5位行きましょう。第5位は冬の指先ですね。冬の指先はチャージショットで3発矢を発射することができます。これでぴょん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 やると矢がものすごく発射されるのでダメージを結構稼ぐことができます。現環境ではなかなか使えますよ。第5位は冬の指先です。それでは第4位ですね。第4位はピンクスコーンドレルです。これのユニークスキル、複数の敵に当たるってやつ、これが独自のスキルとなってまして、長弾とは違います。見えてる敵、もう画面に全部見えてる敵全部に当たります。カカカカカーンとこう跳ね返って当たっていくんだけども、それがめちゃくちゃ強い。さらにこれスキルで激怒がついてます。激怒がついてるので敵が怒って同士打ちを始めるので、なかなかいい感じに使える武器となってます。まあエンチャント次第だけどね。第4位はピンクスコーンドレルです。第3位いきましょう。第3位は2つあります。機械仕掛けのショート棒、そしてパープルストームですね。これはまあ普通の矢なんだけども、現環境、カバンビルドがどうしても強くなる。これはね、ものすごい速さで矢を撃つことができるので、クールダウンショットがめちゃくちゃ効きます。なので、カバンの雷がバスバス落ちて、すっごいダメージが与えれるので、特にね、海底とか矢があんまり効かない場所、そこでね、めちゃくちゃ輝きます。第3位は2つ。パープルストーム、そして機械仕掛けのショート棒です。続いて第2位ですね。第2位は愛のスペル棒です。これ性能としてはパープルストーム、機械仕掛けのショート棒と一緒の感じなんだけども、スキルで激怒がついてます。激怒ってね、すごくいいのよ。敵が怒って同士打ちする。これが高難易度ではなかなか使えるスキルとなってます。第2位は愛のスペル棒です。それでは第1位です。第1位は間違いなくこれバブルバースターだね。現環境ナンバーワンの装備です。まあ、実際これをつけてれば大概のところクリアできるっていうものすごい代物です。まあこれを使うにあたって防具が重要になるんだけどね。まあいい防具を持ってこのバブルバースター持ってれば現環境では無双できます。めちゃくちゃ強いです。ただ強すぎるゆえに修正が来る可能性があるんじゃないかなって俺はね、ものすごく思ってる。できれば修正してほしくない。そういう装備ですね。第1位はバブルバースターです。はい、ということで今日は現環境での弓の最強ランキングやってみました。アップデートが来るのが若干怖いね。もうね、修正はやめてください。現在のこれがほんと強いんで、修正はできるだけ勘弁してほしいっていうところです。はい、ということでまたね、武器、そして防具のランキングなどもやってます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。